この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちらです。すごくね、迫力のあるイラストですよね。コメント、 My name is Fikri from IndonesiaAnd introduce my OC Luca. Luca is half elf, and Luca gender is trap. Trap. And I'm sorry I can't write Japanese, so I write in English. Regarding fanart for my OC, I have a problem with background, so I want tips for a simple but good background effect. And I also have a problem with the erratic effect. Yes, maybe that's it. Greeting from Indonesia. 斉藤直樹先生、頑張って。とのことです。はい、ということで海外からのご応募ありがとうございます。添削画像にもね、海外の方にも楽しんでいただきたく、これからできる限り字幕をつけていきたいと思っておりますので、一緒に学んでいただければ嬉しいです。まずですね、この絵を見て最初に思ったことは、シルエットの作り方がすごく巧みだなっていうふうに思いました。ポーズがすごくうまいです。っていうのはですね、一度添削しようと思って、このポーズよりもいいポーズあるんじゃないかなと思って一度ね、ポーズを修正しようとしてみたんですけど、これよりもかっこいいポーズがあんまり思い浮かばなかったんですね。なので今回はキャラクターについては大きな修正をするところはあまりありません。まあ微調整レベルではいくつかありますけど、それよりも違う部分を今回は添削していきたいと思います。じゃあ今回はどこを添削していくかっていうとですね、本人もおっしゃっているんですが、エフェクトと背景ですね。ここを少し修正することでこの絵をもっと見栄えよくできると思います。なので今回の添削はですね、ここを意識するだけで絵の見栄えがアップする背景とエフェクトのポイントというテーマでお伝えしていきたいと思います。この動画を見ていただければ、ご自分のイラストに対してもですね、エフェクトを描いていく際にこうすればかっこよく見えるエフェクトの描き方と注意するポイントを知っていただけると思います。それでは早速始めていきましょう。で、まずもう早速大事なポイント一つ目いっちゃうんですけど、エフェクトを描いていく際に大事なポイント一つ目は、エフェクトの発生源の色を明るくすることですね。なのでこうします。はい、直す前はね、こんな風に上の方が明るくなっていましたが、修正後は逆に下を明るくしました。手前の岩がバーって下から浮かび上がってきてますよね。これってなぜかというと、この子が発動した魔法によってドンってね、岩が浮かび上がったんだと思うんですけど、ということはこの画面のね、下の方、ここがエフェクトの発生源ですよね。なのでここを明るくした方がよりどういうエフェクトなのかが想像しやすくなるんですね。それともう一つ、背景に縦に走っている雷エフェクトですね。これについてもポイントがあります。こうします。はい、こんな風にね、変化させました。今何をやったのかというと、ポイントの2つ目、細い部分と太い部分を作るですね。直す前は結構一定の太さで全体を描いていたんですけど、ここにね、こんな風に強弱をつけます。そうすることによってエフェクトに勢いが生まれるんですよね。で、より勢いが必要な場合にはこんな風にしてもありかもしれません。はい、このツールボックスの中にある指先ツールですね、わかりますかね。はい、これを使って画面をこするとですね、こんな風にブラシ効果っていうのかな、を追加することができます。まあ、これね、多分どんなソフトにもあると思うので、こんな風にね、こうブラすことができるんですね。これによって勢いを追加していきます。はい、こんな感じです。アップにするとね、よりわかると思いますが、
こんな風にちょっとね縦方向に振らせてみました。まあこれは時と場合にもよりますが、こんな風に指先ツールでブラしてみてもエフェクトの勢いを表現することができますね。試してみてください。で次は地面の岩について添削します。岩の描き方はねフィクリさんすごく上手くて、こうやって大きな岩と小さな岩、これを織り交ぜて描いて画面にリズムをきちっとつけているんですね。こういったバランス感覚すごく卓越した方だなって思います。ただ2点ほどポイントがあって、1点目はキャラにかかっているこの岩ですね。この岩はちょっと大きすぎて悪目立ちしているので、そこはちょっと取っちゃってもいいかなと思いました。やってみます。はい、少しね間引いてみました。キャラが結構デフォルメ強めなので、全体的に少しだけ浮き上がった岩の密度を間引いてみてもいいかもしれません。さらに一工夫こうします。はい、こんな風にキャラの後ろにも岩を追加してみました。ほら、オンオフするとわかると思いますが、これがあるだけで結構違って見えるでしょう。これはなぜかというと明暗対比ですね。背景が均一にこんな風に同じように明るいと、手前に描いた岩も全部が同じように目立ってしまいます。そうすると手前の岩がチラチラ目立ちすぎてキャラクターに目がいかなくなってしまうんですよ。なので背景の後ろにも所々岩を追加して暗い部分をあえて作り出してあげる。そうすることで手前に描いた岩があまり目立たない場所も作ってあげるんですね。ほらこの辺は目立ちますけど、でもこの端の部分、ここはね後ろの岩と同化してあまり見えなくなりますよね。こうすることで浮き上がった岩が目立つ部分と目立たない部分に差をつけられて、単調になりすぎない画面作りができるんです。さてもう1点だけエフェクトについてのポイントがあるんですが、そこは最後に解説することにして一旦キャラクターの調整をします。まあそこまで大きな修正はしないので、ここに関してはサクサク進めていきますね。まずは全体を拡大します。はい、まあほんのちょっとですね、画面に対して少し小さめに配置されていたので、このぐらい大きくていいと思います。でまず気になったのが右足ですね。ちょっと手前の足に比べて太いので修正します。はい、こんな感じ。左足の足先もね少し長かったのでついでに修正しました。あと杖の先っぽでしょうか、もう少し立体的に描くことで絵に説得力を増すことができるのでやってみます。はい、こんな感じ。次はマントの形ですね。最初の状態を見ていただくと分かると思うんですけど、このマントがねこの岩とかあと杖に邪魔されてシルエットがちょっと出てないんですよね。マントは極力布の端っこの部分、ここをね見せた方がシルエットが出てかっこいいと思いますので、そこを修正してみます。
はい、こんな風にね、布の端っこを見せることでメリハリがついてかっこよくなりますね。あとですね、今ちょっと上半身が少し短い感じがしますので、顔が少し下につきすぎているような感じもしますね。ここも微妙なところですが修正しましょう。はい、こんな感じです。で、顔の中身なんですが、ここもね、表情はよく描けているので、少し不自然な部分だけ直してみます。やってみます。はい、まずですね、口の部分、ここの口の下の部分が少し下に垂れ下がりすぎだったので、こんな風に縮めたのと、あと目の中の瞳孔の形ですね、まあ向きと言ってもいいかもしれません。ここが比較するとよくわかるんですが、ちょっとね、直す前はガチャガチャに見えてました。これをきちっと前を向くように修正してあります。この辺はね、割と神経質に整えていくと絵のクオリティがアップしますよ。で、やっぱりですね、手の形でしょうか。やってみます。はい、手はですね、やっぱり前に突き出してますので、ここも形にこだわって描いていくといいと思います。あとですね、少し手を手前にグッと大きくしちゃったので、魔法陣もついでにこんな風に大きくしてしまいました。このぐらい遠近感を大げさに描いても迫力が出ていいと思います。で、ここでキャラクターについては最後なんですが、最後のポイントはですね、結構重要な部分です。キャラクターを描く上でもエフェクトを際立たせるためにできる大事なポイントがあるんです。どうするかというと、ちょっとびっくりする人もいるかもしれませんが、こうしちゃいます。はい、主にですね、キャラクターの奥の部分だったり影になってる部分をですね、こんな風に暗い色で塗りつぶしちゃうんですよ。こうするとどうなるかっていうとですね、非表示にしていた背景と、あとエフェクトを表示させたんですけども、ほら、わかりますか？影を強調したことによってエフェクトがより際立ちませんか？このね、手から出ているこの魔法陣、これがね、後ろのマントの影が暗くなったことによってすごく浮き立って見やすくなりましたよね。まあ、マントだけじゃなくて奥の足と見比べてもいいかもしれません。奥の足が暗くなったことによって、この魔法陣がさらに際立ったことが、こうやって比較するとわかると思います。画面が明るい部分だけだと、エフェクトを一生懸命描いてもエフェクトも明るい、キャラも明るいってなると、エフェクトが思ったように目立たなくて格好がつかない場合があります。そんな時のポイント、キャラクターの影や奥になっている部分を暗く塗りつぶす。こうすることによってエフェクトを際立たせて、よりかっこよく演出することができます。試してみてください。で、最後、手前のこのバリバリっていうエフェクトですね。このエフェクトの添削をしていきますが、ここで最後のポイントです。エフェクトを描く場合には、そのエフェクトの方向を考えましょう。まあ、これは答えは一つではないと思いますが、僕の見立てではこのエフェクトは魔法陣についているのかなっていうふうに思いました。こうバチバチバチってね、魔法陣が発生したことで発生した雷エフェクトのように見えたので、そんな感じにしてみます。
はい、こんな風にですね、魔法陣を中心に放射状に集まってくる雷エフェクトという感じにしてみました。こうすることによってエフェクトの力の方向も分かりやすくなるのと、あとついでにね、集中線効果でより画面の中央に視線を誘導する効果も生まれて一石二鳥ですね。こんな見せ方もありますので、エフェクトを書く際にはエフェクトの勢いの方向をぜひ考えてみてください。以上で今回の添削は終了となります。並べて比較していってみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。今回はね、そんなに大幅な変更を加えたわけではなかったと思うんですが、かなり印象が違うのがお分かりいただけると思います。最初はですね、こんな感じでした。ここでパッと見て僕が思ったのは、すごくシルエット感がいいなというふうに思いました。ポーズの取り方、すごくねセンスがあると思います。ですが、本人もおっしゃっていましたが、背景とエフェクトの描き方、ここがね、このイラストでは課題でした。まずですね、背景の添削をしました。ここでは、雷エフェクトの強弱をつけることと、あと何よりもね、エフェクトを描くときの一つ目のポイント、エフェクトの発生源を考える。そこにね、光源を持ってくることですごく迫力が生まれます。そしてこの状態でもいいんですが、ちょっとね、この手前の岩、これがね全て同じように悪目立ちしているというような感じがしました。なので、バックにもですね、こんな風に岩を加えて、見比べると分かると思うんですが、この岩を加えた部分の手前の岩が目立たなくなっていますよね。こんな風に、明暗対比をうまく使ってですね、一部は目立つけれども目立たない場所もあるという部分を作ることによって、画面にメリハリをつけられるという話をしました。でここからはちょっとキャラクターの形の修正をしております。大きくはね、マントのシルエットを出したり、あとはね目の方向を、合わせたり、あとはこんな風に手の形を変えております。でキャラクター最後のポイントなんですけれども、こうやってガッと、思い切って影に落とすことによってエフェクトを強調できるよという話をしました。そして最後、エフェクトの力の方向を考えるですね。最初はですね、こんな風に、キャラクターについているのか魔法陣についているのか、ちょっとね安全としないような状態だったんですけども、これを魔法陣を中心に集まってくる雷エフェクトというように書き換えてみました。こうすることによって集中線効果もついでに得られて、すごく迫力のあるイラストにすることができます。というところで、添削終了となります。今回の添削ではエフェクトと背景の描き方を考えることで見栄えのする絵作りの方法についてお伝えしてきました。いかがだったでしょうか。またデジタルイラストを描いていると何枚レイヤーを使いますか、どう整理したら効率的ですかという質問を受けることが多いです。これについてはこちらの動画解説します。レイヤーの効果的な分け方講座で詳しく解説しておりますので、そちらをご確認ください。概要欄に URL を載せておきます。それでは最後にあのコーナー、気まぐれじゃんけんのコーナーです。いきますよ、準備はいいですか。気まぐれじゃんけん、じゃんけんポン。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか。新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。